はい、えー、皆さん、こんにちは。今日はですね、キルヘアの地下世界は、ちょっと待って、面白すぎるをお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、先日、えー、中村幸三さん、タイラー・アースさん、えー、遠藤さん、モデッチさんの、えー、対談がありましたが、えー、その中でですね、タイラアースさんがですね、 えー、モンンタヌス、ケンペル、キルキヒャーが面白もともとあの私もモンタヌスの方はタイラーさんのツイートで知ったんですけども、えー、キルヒャーの方もですね、えー、非常に興味を持っていたので、えー、タイミング的にいい機会かなと思いまして今日はそのキルヒャーの世界にちょっと触れてみたいと思います。 はい、えー。まずですね、キルヒャとはどんな人かということなんですけども、えー、アタナシウス・キルヒャ、1602年から1680年、えー、ドイツ出身と書いてあるんですけども、一部でスイスとも書いてありました。えー、イエズス会の司祭、えー、東洋研究、地質学、医学などで活躍をした、えー、学者さんですね。 えー、当時の科学界の最高権威にいた科学者の一人とも言われております、えー、しばらくですねあの評価の方は特にされてなかったようなんですけども、えー、ちょっとなぜか20世紀後半に再評価、えー、が起こったということになっています、えー、今ではですねダ・ヴィンチ並みに称されることもあるようです はいでそれでですねキルヒャという人のその科学者としての特徴みたいなところを調べておりますと非常にこう特定のカテゴリーの中で深く研究するっていうよりもすごく幅広い分野で研究をされているところが特徴のようなんですね。 で、その中で一つあの、その中でも特徴的だなって感じたのがありましたので、ご紹介させていただきたいと思います。えー、自性研究、えー、アルス・マグネシアという本をですね、えー、1931年に、えー、出版したんですけども、 えー、この本はですね、まあ、タイトル通り本来はあの時勢の話なんですけどもその時勢の話を超えて重力やにままで話題がが広ってていると紹介されおりしたこの「重力や愛にまで話題が広がっている」っていうところが、えー、個人的に非常に面白いなと思いまして何、えー、と言いますかちょっと変わって 科学者だったような、まあ、どのように変わった科学者だったかっていうことがこのエピソードでちょっと垣間見れるかなと思いましたのでご紹介させていただきました特定のカテゴリーにとらわれない幅広いアプローチが特徴のキルヒャーさんということです。 はい。えー、それでその幅広いカテゴリーにアプローチをしていたキルヒアーさんなんですけども、えー、今日はですね、その中でも特に私の方で興味を持ちました、地下世界という本のご紹介をしたいと思います。えー、キルヒアーの地下世界1665年の出版です。えー、この本はですね、キルヒアーの著作著作の中でもですね、最も人気が高かったようです。 えー、地球物理学と火山学の西洋最初の著,者著作と、えー、言われております、えーまあ、面白い表現だなと思ったんですけども「私、えー、的ともいえる科学的思想」というふうな表現がされております、えー、先ほどのその時世の本がですね、えー 愛の話にまで発展するというですね、えー、一種ちょっと芸術的な展開を見せる、えー、科学者さんだったのかなと、えー、思います、えー。それでですね、あ、この私の動画を見ご覧いただいている方は、フラットアーサーの方多いと思うんですけども、えー、キルヒアに関しましてはですね、もうバリバリの旧、えー、体説派の方となります。 のまあとりあえずその旧大切派ということを取っ払って今日は、えー、その辺お楽しみいただければと思いますはい、えー、それでは、えー、キルヒアの地下世界の、えー、中身を、えー、見ていきたいと思いますまずですね、えー、こちらの絵がですね、えー、地下世界でつながっている火山の様子という絵になります、えー その地球の中で火山がネットワークのようにこうつながっていてそれらが活動しているという絵なんですけども面白いのがですねちょっと画像で見づらいかもしれないんですけど四隅から人が人の顔があって四隅にで人のこう息を吹きかけてるんですねそれぞれ4方向から。 それが描かれてるのがちょっととても面白い絵になっておりますはいで続きましてこちらが、えー、太陽の絵とされております先ほどの、えー、火山の絵から続けてみるとなんか一瞬似てるような感じなんですけどもこちらは太陽を描いた絵とされておりますでですねこのキルヒャの、えー、地下世界に 描かれている太陽はですねコロナウイルスに似てるっていうふうに話題になったようなんですね、えー、去年。でツイッターの方などであのその文章があ記事が紹介されてるんですけどもでその興味深いのが、えー、形が似ているだけではなくてですね で、あの、キルヒアっていう人が、えー、伝染病が何らかの微小生物によって引き起こされるという考えを初めて実証的に示し、その説に基づいた予防法を提案したというふうに言われてるんですね。なので、その、この地下世界に、えー、 描かれた太陽がコロナウイルスに似てるっていうだけではなく、えー、そのように、えー、非常にその伝染病であるとか、えー、そういったところでその関連性が、えー、あるんですね、えー。先ほども紹介させていただいたんですけど20世紀後半に再評価されるというタイミングも、えー、こういったことを踏まえてくると。 うん、ちょっと不思議なタイミングに、えー、怪しいタイミングになってくるような気もします。はい。で、次が、こちらがあの、月の絵なんですけども、えっ、ー、と、こちらちょっと詳しいことが、えー、調べたんですけど、わからなかったんですが、えー、このように詳細な、えー、月の、ま、表面といいますか、模様といいますか、えー、それらが描かれた、えー、図版が、 収められているようです。こちらも大変興味深いです。えー、そしてですね、えー、なんと、古代人は巨人だったという、えー、記述が、キルヒャーの地下世界にはあるようです。はい。しかもですね、化石や地下埋蔵物から調べていたというふうに言われているので、えー、もう興味がつきません。 この絵ですと一番小さなな人人体が人間なんですねで一番大きなく描かれているのが1401年にシチリア島の洞窟で発見された化石から分かった巨人ということになっているようです。 ここの巨人をキルヒャーが巨人の研究をしてたという部分は大変興味深いですね。あの巨人に興味をお持ちの方もたくさんいらっしゃると思いますので、えー、なかなか興味深い情報じゃないかなと思います。で、その化石についての部分でちょっと面白い、えー、記載あの記述がありました。はい、えー キルヒャーの研究していた化石には本物の化石と化石でないものが混じっていたため彼はあるものは自然の力によってできあるものは人間が加工したものではないかと考えたちょっとこの文章はウィキの方から引用したんですけど、えー、ちょっと何を言いたいのかはっきりわからない文章なんですがいろいろ想像を巡らせると面白い 大変興味深いい一文になっているかと思いますあの化石化することであるあったりまあその辺のその何でしょう、えー、巨人のことであったり、えー、いろいろご存知の方にはあの興味深いんじゃないかなと思います。 えー、地質学において化石の研究もしていたがはっきりとした結論が出なかったらしいというのがキルヒアの化石の、えー、研究のようです、えー、ちょっと興味深かったのでご紹介させていただきましたはい、えー、次はですね、えー、キルヒアの地下世界にはあのなかなかこう面白い、えー、動物などが、えー、描かれているんですけども、えー、その一つ バシリスクというですね、蛇の尾を持つ鳥の絵です、えー。フィレンツェのボボリ公園に展示されていたとされております。えー、もういかにも実際に存在したというような感じの書かれ方をしております、えー。混ぜ合わせた精液が発酵して誕生したとの言い伝えがあるようです。もうこの辺は 私の方では何が何だか分かりません。はい、あと次はですね、えー、地下のドラゴンというものが描かれております。ちょっと小さい画像ですと分かりづらいかもしれないんですけども、えー、ドラゴンが2匹、えー、ま飛び立ったところ一番下に人がいまして、ドラゴンの尻尾に捕まっているといった絵が描かれております。 えー、多分大きな絵の一部の拡大の画像になるかと思います。地下のドラゴンが描かれております。はいえー、と,とりあえず今日最後になるんですけども、なんとですね、えー、キルヒャーの,の地下世界の地図にアトランティスがですね、えー、登場していると、えー。アトランティス大陸が えー、はっきりと描かれているようです、えー。こちらちょっと細かい点が分からなかったので、えー、画像だけ掲載させておりますが非常に興味深い、えー、一枚かと思います。はいというわけでざっとキルヒアの地下世界を、えー、ご紹介させていただきました。えー これここまでですね、あの、ざっと見るだけでも、まあ、相当に面白いなという印象ですね。えー、芸術界の旧大切者ではあるが、興味深い記述が多数あるということがお分かりいただけたんじゃないかなと思います。えー、あとですね、やはりその、いろんな分野においての研究をされてるようなので、 見てるうちにですねその多くの研究をですね、えー、いろんな人が実際した多くの研究をこのキルヒャーっていう人物を仕立て上げて、えー、この人が全てそういった研究をしましたよというような紹介の仕方をもしかしたらされてるのかなというふうに一瞬頭をよぎりましたそれからあの先ほど紹介させていただいた、えー、その 太陽の図がまあコロナウイルスに似てるという話なんですけどもまああのそういった伝染病の研究のもうなんていうですね世界で初といいますかもう最初期のお科学者ということとされてることとその20世紀後半もう最近ですね20世紀後半というのはになって再評価が起こりキルヒャーという人がまたその持ち上げられるようになったと、えー、そしてまあ 去年から、えー、コロナウイルスの騒ぎが起こったというあたりのつながりがですね、えー、若干ちょっと怪しいなという、若干の怪しさを、えー、拭い去ることができないという感じがします、個人的には。で、まあ、あのー、こうやっていろいろ見てきたり、えー、話したりしてきたんですけども、 がもううキルヒにに夢中ということいこなりました皆さんはいかがだったでしょうか、えー、また、えー、キルヒアに関してもまとまりましたらば動画にしてご紹介させて,させていただきたいと思います、えー。ご感想や気づいた点などございましたらばぜひコメントいただければありがたいです。では今日は、えー、以上となります。ありがとうございました。